では解説を始めていきたいと思います。まず最初に記号問題が ABCDEFJGHIJ 10問か、記号10問ですね。いきましょう。はい、A の1と N の2の組み合わせか。 A の1に入るんが、はい、高徳天皇か天智天皇かで、2が人心か意思の変化、智藤天皇の、まあ、父ちゃんパパですね。で、はい、大天の妃となった夫婦ですからね。で、A の2では、うんね、この大天と行動を共にしと、大天が天皇と、ね、天武天皇に即位したと、で皇后になった。で、その後やけ、そう、ね、持統天皇が、まあ、結果としてね、天皇、天武の次は持統ですからね。で、この A の2に入るのが、皇徳か天智かと言われたらですよ。まあ、やけ、黒本で言ったら、ね、まあ、大化の改新、一子の変は、皇玉天皇ね。で、11ページですけども、皇徳天皇、ね、上位します。で、皇玉天皇、また、はい、調査します。で、次、天智天皇になりますからね。で、天武持統だから。まあ、これでいったら、まあね、それは天智天皇になりますよ。いいですか。天智天皇の、娘を、まあ、このね、自分の弟に嫁がせるわけだけ。まあね、これなんでこんなに近親婚したんかって話なんですけどね、まあ、よくわかりませんけど、まあ、大天実は弟じゃなかったって説もありますけどね。はい、まあ言いましょう。だから天智天皇です。で、次に入るのがここですからね。もしこれが一子の変やったらね、もっと前ですよ、ね、やけ、まあこれ大天が来ますから、やっぱ大天と大友で人心のなんでしょう、ね、答え3番と。まあまあ少しやっぱ単純じゃないけど、まあそんなここまで難しくもないけどね、そんな感じですね。はい、次 B、 天武天皇による国家事業に関するも適切なもの、はい、見ていこうか。1番、警備ね、長壁トンネル神の律令の編纂、飛鳥清美の原領、これ大阪部絡む、まあ、トネリ親王は、ね、日本書紀ですけども、大阪部親王で律令の編纂だと大法律令でしょう、ね、飛鳥清美の原領ではない。飛鳥清美の原領は合ってるけど、これはか、ね、この大阪部が違う、そういうこと。2番、不本線は天武だけども最高潮十二線ではない、×。3番、切り巻き言語出てくるのは奈良時代ですよ。時代がおかしい。4番、冷え田のあれ、定期給仕を、ネタにして、はい、国史編纂事業、国史編纂事業に着手した国史のね、これがやけ、危機、古事記日本書紀ですからね。大丈夫ね。20ページ、一応こう書いてますからね。古事記日本書紀、歴史編纂は天武が命じてますからね。まあ、完成はね、奈良時代になりますけども、実はここですよ。まあ、消去法ですかね。消去法、答え4番。まあまあ、次第ですね。次第値漢字の問題かな。でも、もう一回言うけど、そこまで難しい問題ではないと思います。河川部 C に関連して、藤原京について、適切でないものを選べと、方向寺、これもともと蘇我の氏寺、飛鳥寺ですよ。大官大事薬師寺は、これだけ、このちょうど白鳳記ね。天智天武寺とは白鳳文化ですからね。で、はい、薬師寺、大官大事、ね。まあ、この選択肢で言ったら、やっぱ東照大寺浮きませんか。鑑真ですからね。鑑真奈良時代でしょ。時代違う。藤原京だから飛鳥時代。東照大寺奈良時代。×。そういうこと。次、で、この組み合わせ好きね。での1、光明氏は729、やっぱ何くそ。なんとかの後に皇族位が初めて皇后になった。まあ、光明氏を皇后にするかどうかでこう揉めますよ、ね。藤原4兄弟、自分の兄貴たちとで1の間で揉めた。だからこれがね、長屋王ですよ。
で長い方がねはめられたわけですね。で皇后になりました、明太子ね。しかしこの後天然痘来てね、兄貴たち全滅ですよ。で次が、でのにが実質的に主英寿後見天皇ね、はいはいはい、聖武天皇の娘しか生まれんかったんですね。でのにに入るのが、藤原の仲間ろか広継か、ね、まあ広継消した方が早くないですか、九州反乱ですからね、藤原広継、実権は握りませんね。ということは、はい、藤原の仲間ろ、恵美の推し勝になる、答え1番。次、下線部 E に関する愛の説明、まあ、センターっぽい感じね、これね、はい、あ、聖武天皇は大仏ぞろみごとの領を出した、出しますね、新語国家ですから、どこで出します、場所、大仏造流、確認ね、大仏造流は、はい、信楽ですからね、いいね、信楽。広継があって、ね、で光明寺があって長屋を出たね、ちょうど今13ページやってるねこれね、東大寺大仏の造営に地方豪族の協力を得るため大仏造の見事に出たのは三世一神、三世一神と大仏造流の見事の、ね、大仏造流ね、こっちね、うん、743はあらこっちですね、本殿永年資材法ですよ。三世一神は、ね、723ですか、この20年前。で、743、これも年を覚えた方がいいですね。本殿永年資材法と、ここです。OK、だからこれは×。三世一神じゃなくて、本殿永年資材法。やけん、丸×。答えは2番。はい、次行こう。F。F に入る。正倉院ね、はい、正倉院、F か、ごめん、間違えた。F、ここですね、四角か。やけん、慈悲深い光明皇后ですよね。病人や孤児の救済のため F などを作ったと。秘伝院、手芸主鎮、北山十八剣道、運転、ね、手芸主鎮、区会、いいね。北山十八剣道は認証。運転は磯の神の矢担ぐ、もう基本ですね、はい、秘伝院、病人、個人、まあどっちかというと秘伝院は個人なんですけどね、病人やったら世悪院ですよ、黒本だったら、まあ、呪いが来ないようね、事前事業するわけですよ、光明皇后は。ここですね、ちょっと書き方悪い気がするね、まあ、選択肢これしかないから問題ないですけどね。秘伝院は個人です。病院は施薬院。薬を施すわけですからね。次、G、正倉院宝物。天寿国主長。ちょっと細かいけどね、天寿国主長。まあ、細かいじゃ、肖像が細かい。天寿国主長は知っとかなくてはいけないけどね。20ページ。中宮寺。ちょっとこれ細かいかな。吉祥天像、吉祥天像、こっち。薬師寺。取り立ち女病は正倉院で、風信者はまあね、空海が最澄に出した手紙ですからね。風信者、これ琵琶ですよ。まあ、琵琶はほら見たことあるでしょう、ね。螺鈿紫檀の五弦の琵琶と言います。これはまあ超有名です。まあ、ちょっとね、黒本には貼ってないんですよね。僕やけどこれ付け加えましたよ。次の子たちにはここまで貼らせようと。入れてね、貼らせようと思います。琵琶です。もうでもなんとなく琵琶分かれば、正倉院の琵琶はもう正倉院のまさに顔ですからね、持ってこれると思います。持ってこれなかった人はここで確認してください。正倉院と琵琶。次 H、道長頼通親子に対する摂関政治全盛期説明で適切なものを選べと。下線部 H、これ書いてくれてますね。999。大体ね、源氏物語100年と覚え、あの1000年と覚えて。源氏1000年。やけ、道長1000年です、ね。で、この後、はい。ね、ね、五一条、五須作とね、まあまあまあ、これちょっと、
細かいかな、まあ、一応、ね、17ページ五一条五須作さらに五霊勢天皇、まあ、こっちの方がいいか、あこっちなんだやっぱな、ね、まあこういう、ね、4人もですよ、少子入れたら4人皇后出すと、すごいことですよ、すごいこと、ということでその時の説明として適切なものを選ぶ、だけど大体1000年ぐらいですね、1000年ぐらい、ね、で一番アンナの変、源高明、これは必ず摂関、誰でした、アンナの変15ページ、ね、藤原の実頼ですね、これ違うね、時期違う、うん、道長頼通ですからね。2番文章稽古、これ歴史をね、平安前期公認上官文化の特徴ですよ、漢字です、漢字で国を栄えさせる、菅波実まあちょうどやけど菅波実は藤原の時平でしょう。15ページ、うん、ダメ、時期違う、問いの入稿、藤原高家、うん、まあ、いい、飛ばして4番清原内紛、来た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 、東北で清原内紛、どっこいだから、ね、清原内紛はこの後の、ね、御三年の駅だから、ね、御三年、うん、ね、これ千年ですからね、道長より道ね、まあ、やけ最終的にまあこの問いの入稿がトイック、ね、1019分かればまあ問題ないですけどね、5 3年1083確認、これもが分かればちょっと遠すぎるとなるけどね、まあここ最後やけ3を選ぶか4を消すかなると思いますよ、うんね、答えはやけ3番です、ね、問いの入稿17ページ藤原摂関全盛期に起きた、まあ事件であると、ね、そういうことですよ。はい、愛、定子のもと、はい、うん、定子ね、定子といえばもう小納言ですから、清少納言、清少納言といえば枕草子、はい、終わり、瞬殺、まあ、やけん影朗日記覚えときないね、晒しの日記、影朗日記は、22ページね、まあ、ここね、もうね、源氏物語、ね、枕草子はもう差がつきませんからね、ここですよ、22ページ、晒しの日記と影朗日記、ちなみにやけ、この泉式部日記も一応書いてますからね、書いてる、全部押さえてる。はい、次、J。じゃあここで一回切りますよ。J、北条寺に関する説明か。はい、北条寺、御堂とも言われと。ああ、だけど道長は御堂関白とも呼ばれた。だけど御堂関白記でしょ、日記は。御堂関白記。だけど、関白なってないと。ああ、これセンターですけどね。うん、はい。罰じゃないね。北条寺阿弥陀堂を中心としており、その背景には極楽往生を説く浄土教、まあ、ちょうど浄土教ですよ、ね、この後平等院ですからね、末法思想、ね、1052年にこの世が終わる、末法元年ですから、ね、もうとにかくこの世終わるんやけど極楽目立つしかない、ね、で貴族たちがこぞってですよ、ね、埋仏像ですよ、ね、埋極楽を作っていくんですね、イメトレするために、よう分かりません、ちゅうことはね、丸にすると、ね、バツじゃなかったら丸にする、答えは丸々、1番、そういうことです、いいですか、もう何も言いますよ、バツじゃなかったらね、間違いが見当たらないなら丸にしてください、ね、よくわからんなら丸です、はい、では1本目これで終了します。